今回はエネミーモデリングの紹介です。作るのはこのサニーという環境生物です。すごい可愛いデザインだね。それでは早速作っていきましょう。ウサギとか実在の動物を参考にしてそうだね。そうです。今回はとにかく可愛く作るのを意識しています。次にさらに細かい造形をしていきます。さっきまで表現できなかった鼻の溝や耳の模様が彫られているね。粘土のようにこねて作っていきます。最後に目の色や毛の表現を付け加えて完成です。以上、NGS エネミーモデリングの紹介でした。